カッパ太郎とも言う、ガト百鬼夜行のうち、一途、カッパハスイケの茂みから現れ入れたカッパを描く。鳥山石炎天明8年8月23日は、江戸時代中期の画家、浮世絵師。妖怪画を多く描いたことで知られる。聖徳二年頃に誕生。聖は佐の、意味縄と良佐。字はつまびらかではない。船月堂、霊療堂、玉木剣、月草とゴース。 狩野派門人として、かの修身及び玉燕について、絵を学んだと言い,い、古用絵師であったと伝わるが詳しい辞籍は、不明な点も多い。徘徊は東流祭燕氏の門人であったとされる。画業としては、肉筆作品や岸もみの大森彦市地図、遠雄寺の過激鎧老破りの図などの奉能学が主なものであったと見られている。法能学の絵に、 歌舞伎役者の似顔を用いたことで評判を集めたという、浮世絵師の一人と目されているが美人画や役者へとして反抗された西絵作品はほとんど確認されておらず、半本としての作品が多い、浮世絵版画に用いられる吹きぼかしの技法を発明し半本に初めて利用したのは関炎の画集鳥山彦であると伝えられている。俳人としても広く活動しており、 その集まりの苦衆に、区や絵を寄せている。弟子は多く著名な人物では、北川歌丸や小井川春町、栄松最長期、歌川豊春などを育てており、後にそれぞれ、浮世絵師、下作者などとして大きく成長している。安永5年に半本として刊行された、妖怪画集、画と百鬼夜行が好評を得て、3年後の安永8年には、続編として、 今尺が土属百鬼を刊行。以後さらに安永十年には今尺百鬼収容。天命四年には百鬼連れずれ袋を世に出した。天命八年死去。墓所は台東区元浅草の巧明寺。法名はガテラシーン結層石炎古寺。鳥山石炎は創年以後に出版されたガト百鬼夜行をはじめとする半本で特にその名を知られており、彼の代表作であると言える。 石炎の描く妖怪画は、後年、葛飾北斎や歌川報告、歌川豊弘が、豪冠や特本などで描いている、恐怖心や死虐性をいたずらに書き立てる種類のものではなく、百鬼や光絵巻などの妖怪絵巻や赤本の、かものづくしなどに見られてきた、むしろ微笑みや奇妙さを誘う作風であるのが特徴である。石炎の妖怪画は、 後世の画家たちにも多くの影響を与えており、石炎による作品がそのまま妖怪そのものを示すデザインとして用いられたりすることも多い。現代の日本があるいは日本人の持つ妖怪のイメージは漫画家水木しげるによるところも大きいが、水木による妖怪画も石炎作品に取材したものが多く、日本人の思い描く妖怪の一角は石炎の著作によって、 大きく締められていると言っても過言ではない。ありがとうございます。